オリンピック延期になったじゃない。で、来年やるかどうかもまだわからないけど、維持費だけで300億円かかってんだって。でね、パイロットの、ね、山口さんが言うのよ、やめたらいいのよって。でも今まで作ったものとかどうすんのって言ったら、それわからないけど300億円もし中止したら浮くじゃん。もしかして国民全員に給付されると思ってんの？え、違うのって言ってた。いや、日本はね、のほほんよ。のほほほんよ。300万円給付。10万円もらえると思って言うよ。え、300億円全国民配ったら10万いかないんじゃない？うまい棒に3本だと思うよ。その浮いたお金で10万円来たら、山口さんね、収納ダンス買うって言ってた。今服いっぱい増えちゃったんだって。もらえるといいですね。ねえ、おばちゃん。あら、ラビちゃん、どうしたの？なんかね、水野がモコモコらしいよ。モコモコ？何それ。じゃあ一緒に見てみましょう、先日の鏡。水野がクソキモいランニングシューズを発売する。わらわらわら。どんなの？あ、本当にモコモコしてる。クソキモいって記事には書いてあるけど、これかわいいじゃん。ぶどうみたいで美味しそう。でも水野史上最大の反発力を持つソウル素材、水のエナジーをね、搭載してるから、このね、ザ・水のエナジーは価格27,500円もするんだって。お高いお布団ね。最近新しいシューズで変わったのいっぱい出てきてるけど、ウィッシュとかもなんか変なのいっぱいあるよね。ウィッシュ、それ挨拶だよ。ウィッシュだよ、ウィッシュ。ウロコとかすごいよ。ちょっとおばちゃんこれ見て。あら、やだ、本当のウロコじゃない。次世代のサンダルとか、サンダルがね、確か1600円とか、ウロコが、ね、2000いくらとか、ランニングシューズで。今安いの多いのよ、ミッシュ。おばちゃんももうそろそろママさんから卒業したら、すぐ近くのスーパーとか行くときつっかけやねん。ちょうどいいんだよ。今時つっかけるって言わないよ。え、じゃあなんて言うの？そう言われてみると難しいね。そこまでちょっちゅう？ラビちゃん、あなたも古いわよ。そういえば今って看護婦さんを取り巻く環境がちょっと問題になってんでしょ？テレビでこの間やってたよ。そうね。じゃあちょっとまたニュース見てみましょう。命削って働く女性看護師が訴えた現状がマジでやばい。発端は16日の放送のニュースゼロで、東京女子医科大学病院に勤務する20代の女性看護師が語った内容。同医院は医師や看護師などの医療従事者への夏のボーナスを全額カットしたとして、約400人の看護師が退職の意向を表明したことが報じられている。自ら志願してコロナ病棟で働くことになったが、過酷な勤務状況に関わらず給与は下がってしまったとし、危険手当も出ない、ボーナスも出ないっていうのは看護師をバカにしてるとしか思えない。命削って働いたのに手取り14万はひどいなと思った。生活していけないとショックを受けたという。感染対策のために勤務体系が変わって夜勤手当などが減り、月の手取りは寮費を抜いて14万円になったようで、以前の給与から約3万円減といった内容は語られた。寮費って多分4、5万、まあ5万ぐらいだとして14万に手取りね、5万足すと19で3万円ぐらい下がったんでしょ。19だから22万ぐらい総額。まあ保険料とか入れれば23、まあ28とか。
って危険手当とかついてないの？診療報酬に危険手当ついてるでしょ。いやそれ病院側はお金もらってるのどこ行っちゃったの？給料下がったと。この速度でさ、今病院って大変じゃない。だからいろんな面でね、お国からこじろうとしてて。え、働いてる人からもこじろうとしてんの？これこそこじこじじゃない。ダメだよそれって。あ、出てきちゃったじゃない、ブラックこじこじ。どうすんのよおばちゃん、サイコロ10個に出た身の味で所持金億単位で捨てなきゃいけないんだよ。あとね、手持ちのカード全部捨てるとか。もうね、効果がひどいのよ。これは全部おばちゃんのせいじゃないわよ。事実を言っただけよ。うん、それでは、違うニュース行ってみよう。あれ？このニュース。看護師400人退職の見込みの東京女子医大、原資確保できる。夏季ボーナス出す方向で検討中。え、まだ検討？ちょっとね、かわいそうだから文字だけね、書いてあげる。おばちゃん優しいじゃん。夏の一時金の支払いを見送っていた東京女子医科大学病院が支給を検討していることが17日分かった。大学や病院側の教職員向け文書によると、独立行政法人福祉医療機構からの資金調達で手当の支給の原資が確保できるとしている。400人規模の看護師が退職する意向だという指摘については、次の年度の募集人数を決める上で毎年看護師長ら現場管理者が退職見込みの予想値を立てている中で出た人数だとしている。これってもう一度辞めると決めちゃったし、ボーナスだけじゃなくて待遇面とかもかなりひどいから声上げたわけで、どうすんだろうね。指定しても問題の解決にならないと思うんだけど。実はね、問題解決、にちゃんの書き込みがね、すべてをね、表してるのよ。こうなるんじゃないかなって。じゃあ、おばちゃんとラブちゃん、ちょっとお口チャックしてましょう。それじゃあ、お姉さんに読んでもらいましょう。読みねえ。読みねえ。読みね、ありがとう。それで最新の事情はどうなってるのかな。気になるわね。それじゃ、バーディ。手取り14万ってそもそも看護師給料が随分お安くないですか。単純、女子だい。もうぐずってるからこういうの出てきちゃったじゃん。あらららら、これ女子医大よりも他は基本4万ぐらい高くて、あと時間外手当とか二交代制が入ってっていうのが、まあ、基本のところなんだけど、
これ以上はちゃんとつけてくれるっていうか、こう時間設けてんでしょ。女子以外は何も買える。こういうの出ちゃうよ。ですよね。こういうの出ちゃうよ。出ますよね。もうね、もう大学側が今までうちみたいなボロクソ安い給料で働いていただきまして本当にありがとうございます。お願いですからもう、捨てないでって言われてるよ。そしたら看護師さんたちこう言ってやればいいじゃん。人にお願いするときは地面に額こすりつけんだよって。それでまだボーナス出すか検討中って立場分かってないよ。早く額を地面にこすりつけんだよ。私を物にしたいならもっとズビビとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。